どうも。今日ね、朝からともちゃんね、ちょっと遅れるみたいなんで、先、はい、ちょっと二人でやりたいと思います。あ、ちょっともうここまで来てもらおうかな、ともちゃん。はい。それでですね、先週の木曜日かな、あのトコビッチのクブタテニススイング何点ですかみたいな、ね、はい、うん、そこのスイング点数何点ですかという中で、まあ、ちょっと読んできますね。あの外すところは外してきますけど、まあ、ジャッカーマンのさんがですね、はい、まさかのトコビッチクブタスイング100点をいただきまして、でマコマトコビッチさん、クブタスイング100点、マコマコさんはスイングで左足に重心を乗せるといいです。今度はクブタスイングで、壁連続打ち、これこうならないんだね、この続きを読むから、まあ、今ね、はい、やってみてください。で、俺はまあ嬉しくてね、なかなかジャックさんに褒められることないんで、これでまあこれでまあ三連堂さんからはね、結構お褒めのまた言葉いただいて、クボタスイング100点、トコビチ類高い打点200点で、腕の重さについてコメントされている方がいますが、腕を無駄に振り上げずにラケットだけを振り上げてます。以前の飛び上がって腕を無駄に振り上げては、相手からしたらそれどんどんやって、どんどんミスして、どんどん体力消耗してとなります。今回ぐらい落ち着いて打たれると相手は付け入る隙がなくなり、マンモスずら、うん、はい、サレンドンちゃん、ね、なんか言っていいのかな、サレンドンさん、あの茨城県出身みたいですね。あ、そうなんですか。あの自分で、あ、そうなんですか、はい、あの告知されてました。あ、なんかそれでまあまこまこさんから火付け役って言っていいのかわかりませんけど、まこまこさんからジャッカーマンさんにね、内容が完璧すぎてどうしてもクボタテニスやられているところ見たいですと、全身、まあこれちょっとあのお笑いでしょうけども、全身変装期間限定で上げられるならよろしくお願いします。アドバイスが的確なので、肯定派の中でもかなりのクボタテニスプロだと私は思っています。でもこれは本当にそんな、そういうふうにね、そうですね、思ってた、思ってたっていうか思ってるわけで、そして、まあ、ジャッカーマヌさんからまこまこさんに恐縮ですと、クボタ否定派がご自身のプレーを上げていただければ自分も晒しますよと。まあこの言葉にですね、多分あの肉キリオスさんが、はい、まあ、指定派代表、はい、だから私らの勝手なあの代表で言わせてもらうと、その肯定派代表、まあ、ジャッカーマヌさん、はい、指定派代表、まあ、肉キリオスさんって、まあ、我々が勝手にね、ちょっと言わせてる感じで申し訳ないんですけども、まあ、その中でキャストとの一員の中のね、代表格のお二人がまさかのやり合ってる感じがすごく、私らは面白かったって言ったら失礼ですけど、面白かったし、また結構その何ですか、感情移入しちゃうとか、そういったところがありましたので、今回普通でしたらここはおとなしくしていくべきかと思うんですけど、特別チャンネルはそういうチャンネルじゃございません。それでキリオスさんからね、ジャッカーマンさんにね、ジャックさん怒らんでくださいね、これキリオスさんのことですか。おそらく気づいてないと思いますが、肯定派信者の多くから、あなたのはどの程度なのかって思われてます。きっと信者間のダメ出しも相当されていますから、当然のことですよね。逃げ工場でいいかね、逃げ工場として否定派がアップすればは関係ないんですよ。なぜなら否定派は経典をしなくてもテニスができるんですと。経典を全部見てません。ここは煽りではないので、肯定派に納得させる意味で公開するのが筋でしょうってことです。理解力プラス出没率から言えば K の右腕という存在ですからね。ちょっとこれについてちょっと、まあそんなに長くなくていいで、それぞれこのキリオスさんのコメントに対して、なんかそれぞれ反論でもいいし、同意でもいいですし、なんかちょっとありますか。いや、まあちょっと、まあ、うん、ついにジャックさんから私も、うん、アドバイスもらってますけど、うん、どんくらいなのって、まあ、純粋に知りたいですよね。まあなんか、まあでもニックさんの言ってることよくわかるんですけども、それだったらニックさんもさ、もう見たいよ、見たいですね、うん、それは見たいです、うん、どっちも見たいんですよね、うん、でもこれ、ね、ジャックさんがこのコメントのやり取り で、うん、で私はもともとバウンドをしてからラケットを引いていたため、クボタテニスでいうネットを越える前に、うん、あ、どっかにあったね、準備っていうのが難しかったですってことは、うん、私の中ではそれだけだと思って、あと全部できてるんですよね、ジャックさん。ネットを越える前に入ると、うん、テイクバック準備っていうのは、うんうん、今苦手だけども、うん、普通に打ってる分には絶対クボタテニスにもなってると思うんですね、この書き方だと。いや
よ。俺ごめんちょっとあの正直わかんない。でまあまこまこさんは実際、じゃあ俺からの質問なんだけど、やっぱジャックさん のテニスとかキリオさんのテニスってやっぱ見たい？キリオさんはあんまり見たくないんですよ。そうなんですか。見たくないって方もいるんですけど、見なくてもいいって感じ。いや、てかね、多分なんかこのお話ししてると同じ A2 なんで、うん、なんあなるほどね、同じ悩みをなんか抱えながら、うん、いろいろアドバイスくれて、なんとなく、うんうんうん、分かってるんですけど、ジャックさんのその完璧の、うん、その一水さんとかを越すような、うんうん、プレーが本当はあるのかなって、それが気になって。ジャックさん自分でそんな下手くそですよ、できませんよみたいなコメントはある気しますけど、まあどんどんいきますね。ね、俺の調べだとね、ニク・キリオスさんからジャックさんに9コメント。あ、ともちゃんちょうど来た。ともちゃんも入ってるんですね。今ね、始まったばっかり。そんでね、どうやってあ、これさ、電池切れ、これでさ、あのキリオスさんからこれ消しとくね。キリオスさんからジャックさんに9コメント、これで何、ジャックさんからキリオさんから6コメントのやり取りでした。ほんでいきますね。ほんでジャックさんからニッキリオさんにコメント。これもね、なかなかあのあれだったね。なかなかこの正直キリオさんとね、ジャックさんとのこのコメントのやり取りって俺不可能だと思ってたので。あ、そうですね、まさかこういうやり取りしていただいても、ある意味トコベチャンネル、そのキャストの中でもこのお二方がおられるから、なんか継続できているようなところもあるので、本当に非常にあの興味深かったです。あ、ね、あのそこも映るかな。映ってます。あ、で、ヒラコも映るよね。はい。で、ジャックさんからニッキリオスさん、コメントありがとうございます。久保田浩二のコーチの右腕的散財とは買いかぶりですよと。私は道半ばで、して自分をアップしたところで久保田テニスしている生徒さんの参考にはならないと思います。他の生徒さんにダメ出しというか、自分も同じ間違いをしているので、そこを指摘しているつもりですが、不快に思っているようならコメントしない方がいいかもしれません。久保田テニス実践されている方限定でなら公開してアドバイスしてもらいたいのですが、やり方が分かりません。私の方こそニッキリオスさんの動画に興味あります。ニッキリオスのようなプレースタイルですか。私はキリオスの奔放なプレーと意外にシャイで優しいところが大好きです。よろしくお願いします。オノケンライブでまたあの会いましょうということで、まあ、そのジャックさんも、うん、自分が動画で出すだけでなく、キリオスさんのも私だって見たいんですよっていう感じだと思うんですけど、まあ、さっきねお互いに その辺の話したんですけど、ともちゃん今いきなり入って大丈夫？うん、全然ここはカットしとく？いや、進んでください、うん、どうですか今このジャックさんのこのキルオスさんからまずジャックさんにコメント言って、そしてジャックさんからこのキルオスさんのコメント見たとき、皆さんどんな感じでした？そうですね、これはでも久保田テニスの話をしてる上であれば、うん、ジャックさんのが出みたいっていうのがまあ正直、うんうん、あとあのキリオさんにしてみると、まあ、一般的な普通のテニスをされてるとのことなので、特別なんかあのキリオさん流のテニスがあるんでとかっていうんじゃないんで、うん、普通ですよっていう話なんで、うんうんうん、ジャックさんのやっぱその出来具合というか、そうだよね、どうですか、ジャックさん。いや、ジャックさんの見たいですね。ミキさんの見てみたいですけどね、うん、レスさんもちろん、うんうん、よし、そんでね、あの NSEW さんがナイスな意見、そこそこできるようなことを書いてるけど、僕は全部嘘か誇張だと思って読んでる。他人に何か言いたくてたまらない神聖教え魔ですよ。これ多分どっちに言ってるって思いました。このままジャックさんの流れ、ジャックさんに対してキリオさんじゃなくて、ちょうどね2人の動画を見せろって言い合ってる時のコメントなんで。ああ、なるほどね。私はどっちのか教え魔とか、ジャックさんじゃないですか、ジャックさんの方に見てるんだ。うん、まあ、ここちょっと動画します。そしてまたキリオスさん来ましたよ。そしてまたキリオスさんね、ジャックさんに、私は不快ではありませんよ、単に不思議なだけですと。 K といえばジャックと思えるくらい出没していますし、倫理的に理解して説明しているのを見ています。あなたが完成しているかどうかではなく、経過に興味があるからです。元がどうで取り入れてどうなったかを知りたいのですと。私が早々にあんなの無理と思っていますから覆してもらいたいんでしょうと。
肯定派にしかできないでしょと。多くの会議派はジャックさんに限らず肯定派の進化を見たいと思ってますよきっと。私の動画は同志内で出回ってます。ジャックさんとは方向性が違いますのであしからずと。これに対してどうですか、ニッキュルさんのこのジャックさんのコメントに対してどんな感じに思います。さすごいなかなかジャックさんにさ、ここまで面と向かってさ、コメントだって言ってもさ、言えないもんね。言えないですね。ニッキさんのなんかもう切れ味抜群。切ってんだろうね。すげえと思いました、私見てる時。だから、とにかく K といえばもうジャックさんだっていうのは私もそう思ってます。そうですね。どこの久保田さんのあのね、うん、あの愛好者の皆さんのところでもジャックさん絶対コメントされてるような感じがするの で、だから、ジャックさんのその進化を、まあ、もう今更ね始めた時どうだったかっていうのは分かってないから、例えば平君これからね2年後3年後もっと綺麗なウルタスイングしてる可能性あるならこれから2年後3年後見れるけど、あとともちゃんとかもそうだけど、今の状態では分からないけどもっていうことの中でちょっと飛ばしますね。ほんでね、ジャックさんからまたニッキリョウさん来ましたよ。いやまだまだ否定派を覆すほどの力量がないからな、もう少し待ってもらえますか。中途半端な動画上げても叩かれるだけなので今度手にしましょう私なんかめっちゃ中途半端だよだからあの平君おっしゃった通りね、あの俺はね中途半端でいいと思うわけ。そうですよ、完璧なの全員100人完璧な久保田スイングできたのって面白いよ。いや俺逆にできない人から本当頑張って頑張ってコツコツやって、ね、おおだんだんできてきたじゃんと、でみんなからそれぞれアドバイスもらってできてきたじゃんと。でね、まこまこさんもね肩痛めてて最近やり始めてるけど、今できてる必要がないわけで、これが半年後か1年後か3年後か分からんけど、あ1年前の動画まこまこさんの見たけどあの時はひどかったな、でも今こんなにできたっていうのは素晴らしい動画じゃない。私でも多分、できないで終わると思うんですよ。あの結局あの他の人たちも言ってますけど、あの100人いたら100人の教え方が違うわけで、あの久保田コーチが100人の生徒に同じこと言ってるわけじゃなしに、平野原さん、あ平野君見たら平野君にこうした方がいいよってアドバイスしてると思うんですよ。でそれも人によってちょっとアドバイス変えてる、だし YouTube でらしいですよ、実際は。動画はそれは無理でしょうけど、あなるほどね、そうらしい。動画は一般的に向けてるから あれで多分久保田テニスにはならないっていうのが、まあ、私の中で。なるほどね、100人に1人ぐらいいるかもしれません。モノマネがすごくうまくて運動センスがあって、だけど実際久保田コーチにやっぱ習いに行かないと、あのその今ダメな点っていうのを動画だけで自分で掴むってなかなか難しいですね。確かにさ、あのコメントに入れるって言葉にあの言い伝えるってすっごい難しくない？難しいですよね。ここにあのいてね、こここうなんだよっていうのは結構分かりやすかったりするけど、コメントでって難しいですよね。そうですね。これ多分あの、まあ、ここにも私コメントしたかもしれないですけど、福岡とかの市内大会とかだと、めちゃくちゃ久保田テニスで挑んでる人がいっぱいいると思うんですよ。本当にできてるんだよ。でも8時間毎日レッスンしてるのが言ってるんで、多分何人も生徒さんがいると思う。いるのかね。いや今でもいなきゃ食ってくれないですよ。違う生徒が久保田スイングでそのみんなワンサーかやってるのかね。いや私あの結局マンツーマンのレッスンとは言いながらも、やっぱり8時間レッスンがあって遠くから予約入れても、あ今埋まってますとかって話があるってことは生徒さんは絶対いないともやっていかないと思うんですよ。いると思いますけど、みんなが県外じゃないと思うんですよね。いると思いますけど、多分分かんないですけどね。今度本当久保田コーチに私からお願いしたいんですけど、久保田テニス教室の次、久保田バトルテニス教室みたいなのを自分で作ってほしいんですよ。怪我なんかバンバンしたって関係ないから。ああ、なるほどね。ああ、それ面白いね。久保田バトルテニス教室。だからちょっと強打、久保田テニスの強打編みたいな。久保田バトル教室みたいな。まあ、でもあのたまに絶対作んないと思いますけど、玉出しで結構強打されてるの、何個か動画あるから、高いよね。あれもでもよくすごい綺麗な打ち方で、どうなんですかね。まあ、私知ってる方はやっぱり私より年配の方がレッスン生で来てもそんな
バリバリ試合出てる人いるかなって言われたら分かんないですよね。うん、でね、俺がやっぱり思うんですけどね、自分自身がなかなかその素振りだいぶね、皆さんに教えてもらってできるようになったんだけど、あのね、ラリーは所詮ラリー、ストロークだけのストロークは所詮あのそれ、試合と普通のこのラリーの試合って全然違うから、だから私はその試合 の, あの動画を見たいって言ってるんですけど、うん、結構皆さんそれを嫌う方も結構おられて、まあ、あの多分考え方ですよね、テニスに対する、うん、久保田コーチどっちかというとテニスで勝つためとかじゃなくて、テニスを楽しむためのテニスですからね、うん、あの勝つためじゃない、まあ、それも一つ のテニスの中での考え方ですよね、うん、でもやっぱテニスを上手くなって楽しむっていう、うん、一生楽しむって考え方もありますよね、うんうん、こっちの人たち向けな気がする。あ、なるほどね、はい、そういう考えだったりもするのか。テニスがだからもう別にあれなんですよ、うん、一番そのマスターしたとかってないとこあるんですよ、うん、とその過程を楽しむんだから、うん、なるほどね、まあ、確かにこの今3周年目を迎えたって動画を見ましたけど、うんうんうん、まあ、あの本当に最初から追いかけて、私もブログから見てたんですけど、うんうん、ああいう方たちはやっぱり多分3年間めちゃくちゃ楽しかったと思うんですよね、テニス、その久保田テニスをマスターするために、うん、でもまあどうなんですか、そればっかり一人で黙々やってるのはもう楽しいのか、もう苦しかった人もいるんじゃない、いっぱい、なかなかできなくて、楽しいじゃん、まあちょっと切りますね、うん、でね、ニッキーローズさんからまたジャックさんに行きます。いえいえ、申し上げた通り、完成じゃなくて経過ですので、あなたたちを叩くのが目的ではありません。切ってますね彼を否定したいところはたくさんありますが、巷のやり方では負担がでかい、怪我をするという脅しから入ってますよね。経理論はそんなことない、信じれば救われるとなり、実践した多くの人を怪我させたのは揺るぎない事実です。これどうなの、それでも続けるってすごくないですか。単純にその先に、これなんて読むの、その先に、これなんて読むの、これとんなんとかもなくいい結果があるから信じて続けているんですよねと。これともちゃんどうですか。え、分からんでしょ、意味まだ全然。でも信じてはるから見てるんであって、いい結果があるんだろうなとは思ってはいますよね、怪我も。私は、うん、まあ、だから前のフォームでやってるし、うん、これになってからパワーも出るようになったから、うん、全然怪我は、ね、本当になくなったのは、うん、まあ、今中途半端ですけど、今ちょっとここから、まあ、あるんですけど、やりたいことも試したこともあるんですけど、うん、まあ、中途半端でも怪我はないですし、うん、まあ、それはだから人それぞれなんでしょうけど、まあ、このやっぱケヨスさんがやっぱり特にコメントをよくされてるのが、その怪我について、久保田テニスだけが怪我をしないっていうのはやっぱりおかしいんじゃないかっていうような、簡単に言ったらコメントだと思うんだよね、うん、まあ、うん、理論的に久保田コーチのフォアあるじゃないですか、うん、理論的に肘を怪我しない、手首を怪我しないっていうのはよくわかるんですよ、うん、だって使わないですよ。そうですね、うん、それはわかる、使わなきゃ怪我しないですから、肩と胸で使うようにする。あのフォームで使っちゃうと怪我するかもしれないですけどね。まあ、使うのもあるんですよ、こうやってこう、でも、あの、こう、いるじゃないですか、私、うん、あの、前のグロスの前身なんかでは、うん、まあ、中級とかでも肘痛いとか言いながらやってる人にも何人もいましたからね。うん、だからさ、それも、あと筋肉のつき方とか柔軟さとかもあって、あと特別栄養がね、その怪我に関しては例えばプロのようなあのスイングスピードで衝撃って、どんなにいいスイングしててもすごい衝撃だと思うんだよね。でも筋肉量だったり柔軟性だってあるから、そこまでの怪我しないでいいけど、じゃあジョコビッチだフェデラーのあのスイングを俺のこの肘だ肩だ手首だってやってって言ったら俺すぐ壊れると思うんだよね。だから一番俺の中で怪我しないようにやるのには、ゆっくりしたスイングっていうのが、うん、あの間違ってない、ね、スイングでゆっくりスイングが一番怪我しないと思うんだけど、キルね、ジャック天野さん、またキルオスさんに、まあ、同じこと、うん、ね、キルオスさんにさ、ジャックさんがさ、ご心配いただき恐縮ですと。久保田テニスに取り組んでから全く怪我がなくなりました。若い時にはエルボーで悩まされたこともありましたが、今は大丈夫です。痛みがあれば間違った体の使い方をしている判断材料になりますと。久保田テニスの3割3割に限らず、どのショットも理にかなった打ち方だと思います。しかしながら
あのフォアハンドは確かに難易度は高いと思います。久保田テニス教室の視聴者さんもフォアハンドだけでなく他のショットも実践されたらいいのにと思ってます。フォアハンドに煮詰まった方も他のショットを練習してみるとフォアハンドの上達の手がかりがつかめるかもしれません。お互い方向性は違ってもテニスを長く楽しみましょう。これジャックさんいいコメントじゃない？そうですね、うん、ね、さあキルオスさん、キルかね、まあ、マコマコさんにコメントあったりなんか、あでキルオスさんがね、ジャックさんに怪我がなくなったのはいいことなのですが、テニスの試合形式って変わらずできてますか、ね、3年経って腕の位置とかロックがどうとかを新規じゃない人に延々と説明しているのですが、球打つのにあの工程いりますかねと。あ、それと肝心なことをお聞きしたい。肩関節の回線系の説明であの人定義合ってます？動画内の動かし方と名称が違っていると思うのですがいかがでしょうと、まあ、ちょっとパッと俺らもどのことかよく分かんないんだけどさ、でね、連続で来た、あの、あ、違う、ジャックさんがキルオスさんにね、試合形式でこそ生かすことができますよと。この久保田スイングね、どんなボールに対しても同じ形の構えをとりあえずしとけばいいのってすごくないですか。だけど毎回同じ構えをネット、これでしょ、同じ構えをネット越える前にするのは、うん、今までバウンドしてからラケットを引いてた自分にとってかなり難しいですと、うん、私のように3年間動画見ていてもいろんな勘違いがあってネタが尽きないですね。古い動画から見直しても新しい気づきがあって面白いです。肩の回線については久保田コーチはニュートラルゼロポジションは無視して説明しているので自分には理解できますが、ニュートラルから外線内線とか考えるとややこしくなるかもです。久保田テニス教室に出会う前は肩の回線とか重心の位置とか考えたこともなかったので動きの理解は深まりましたと、うん、ジャックさんでも改めていいことをおっしゃるんですよね。ただたまにちょっと冷たいなっていうのがあるんですけど、やっぱりね、その、まあ、あともそんなに時間ないんであれですけど、まあ、この二方がね、結構特別チャンネルばっかりじゃなくて、ひらくんだったり、そうそうそう、またまこまこさんのチャンネルだったりに、ね、いろいろコメントしていただいてありがとうございます。引き続きね、また何ですか、キリオさんとジャックさんだけじゃないです。皆さんね、結構な皆さんコメントをいただいていますので、うん、励みになりますよね、はい。楽しいしね。楽しいし、あともう三連ドンさんの次のアップは楽しみでしょうね。うん。負けてくれる意気込みあるんで。サーブだ。サーブでしたね。三、うん、連ドンさんとスロットの話したりして、あのもうやってましたから、うん、なんかもう。うん、盛り上がっちゃいますよ、ね、怒られるかと思いましたよね。ともちゃんなんかは怖いをいじめないよとか好きだからね、俺も好き、俺らみんな好きだよ、ね、そうですね、うん、なんかのほほんとしていいよね、そのなんかガチガチしないちょこっとたまにはね、そういうちょっとおふざけもそうですね、あるで、ともちゃんなんかありますか？わかんないです難しいでしょう。難しいけど、トコビチャンネルでほとんど女性の方見てないんで、なかなかね、こういう理論の話って女性って嫌うんだろうね、うん、俺らは結構面白いけどね、そのテニス理論って正直勉強になるし、ね、うん、でまあ、ジャックさんがね、例えばまこまこさんにね、すいません勝手にヒートアップしてしまいました、まこまこさんに対してでなく久保田テニスは競技テニスには向かないに対するコメントでした。上っ面しか見ようとしないで批判するのは楽でいいですが、実践してみなければわからないことはたくさんあります。実践するのは楽ではないけど楽しいです。でもめちゃくちゃ自分に対してコメントしてるよね。あの早く引いた方がいいっていうのに、うん、あ、そうですねって共感したんですけど、うん、めちゃくちゃ自分、別に批判してないよ。いや、あれは全然批判じゃなくて、どんなテニスでも早く引くって難しいですねってことですね、うん、ほんでね、さっきの三連ドンさんはさ、まこまこさんお初です、両手フォアは逆手ですか、うん、逆手でいいのかね、逆手っていうんですかね、うん、私肘をかなり激しく痛めた時、久保田テニスの逆手の両手フォア動画にお世話になりました。困った時の久保田テニス打を壊す、うん、うん、どう逆手そのまあ、まだね、ちょっとキリオさんとジャックアマノさんのこのコメントのやり取りまだあるんですけど、まあ、このぐらいでにしときますけど、まあ本当、工程派と
ファンさんとほら否定屋さん、まあ、おられて自由にコメントしていいですよっていう、ま、私のチャンネルなんですけど、はい、私1点だけちょっと言わせてもらっていいですか、はい、私のチャンネルじゃなくこれは久保田テニスさんに限らずいろいろほらチャンネルやられてるじゃないですか、うんね、そこに対して否定派の皆さんがいろいろ文句をとか入れるのは俺はどうかなと思うんですよ。それは何でかって見たくなければ見なきゃいいじゃんと思ってるんだけど、なんでそこを見てわざわざその否定のコメントが久保田今日だから私は何に反対してるかっていうと、特別チャンネルで批判のコメントは大いに結構だけども、久保田テニス教室、久保田コーチのあそこのね、久保田テニス教室のチャンネルにわざわざ批判コメントを入れるのは自分はあまり好きじゃないですってことだけ言わせてもらいたいと思います。ただね、肯定否定派さん絶対言ったらいいでしょ、ですね、ためになることもあるし、いやー、否定派さん、まあ、ニキさんなんか結構バッシーいいこと言ってくれるんで、うん、確かに応援もしてくれてるみたいです、うん、なんかいいですね、完全たる否定派じゃないんだよね、実はね、言葉はえぐいけどさ、私がどんな進化するかを楽しみだと思いました、うんうんね、それは、まあ、どう思ってるか分かんないですけど、まあ、嬉しいことは嬉しいです、ね、はい、だから我々にとっても、うんうん、ジャック・アンマルさんも大事なキャストですし、キロスさんも大事なキャストさんなので引き続き応援お願いしますということで締めさせていただきます、はい、でもちゃんあんまり喋ってないけどね、ごめんね、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、はい。